はいみなさんこんにちは腕時計のある人生 RY ですいつもご視聴いただきありがとうございます今回は来たる2024年新 NISA も踏まえて結局時計ってどこで買うのが一番お得なのか考察してみたというテーマで話していこうと思います企画の背景なんですけどももうすぐ2024年 時計の定価は上がる一方ですよね。そこでどうしたら時計（新品、正規品）を最もお得に購入できるのかというのをですね、2024年から始まる新入社制度も考慮に入れつつ考察していこうというふうに思っています。で、こちらが目次になっていますね。それでは早速いってみましょう。はい、まずですね、主な新品正規品をですね購入できる場所っていうのがね。 まあ4つあるんじゃないかなと個人的には思っています。で、それぞれのメリット、デメリット、まずはおさらいしていこうと思います。1つ目がですね、ブランドの公式ホームページですね。まあ、これのいいところはですね、全国どこからでも購入できるというところですよね。まあ、なので、近くに時計屋さんがないとかね、ブランドのブティックがないという方でも、買いやすいっていうね、これはすごくいいとこかなと思いますし、あとはオンライン限定のモデルっていうのもね、出しているブランドもあったりします。 一方でデメリットとしてはですねやっぱりちょっとこう特別感が薄く感じてしまうのが個人的な感想ですねやっぱりこうお店に行って店員さんと話して実物を見て迷って買うっていうのがね、まあ、個人的には楽しいプロセスなのでそれがないっていうのはねちょっと寂しいかなというのは正直な感想ですね、えー、2つ目ブティック、えー、かっこ路面店ですね いいところはね、やっぱり圧倒的な特別感ですよね。そのお店まるブランドの世界観を反映させたものというふうになってますので、そこでじっくり落ち着いて時計を見て選んでっていうね、それは非常にこう一生の記念になる体験だというふうに思いますので、特別感はやっぱ圧倒的にあると思いますね。それから、ブティックの限定モデルっていうのもあったりします。あとはですね これはちょっと僕の予想というかあくまでも考えなんですけどもやっぱりそのブランドを買う人ってねいろんな人がいると思うんですよねだけどやっぱこのブティックの路面店ですよねもうブランド直営のっていうところそこがですねやっぱり分かんないんですけどその顧客ランキングっていうのがもし仮にあったとしたらですね やっぱり上位に来やすいのは、ブティックで買った人なんじゃないかなと勝手にね、ちょっと思ってますね。同じ時計の価格でも、こういうね、百貨店とか時計専門店で入れてるよりは、ブティックにね、こうダイレクトでお金が入る割合は多いだろうというふうに想像しますので、うん、なので、やっぱ特別な案内が来やすかったりとか。 イベントに招待されやすいとかまわ、あ、かんないですけどねまあ、そういうのはあるんじゃないかなと勝手な予想ですねデメリットはですねやっぱり金銭的なメリットはその分薄いのかなと いうふうに思っています、えー、それから3つ目百貨店の時計売り場ですよねで、メリットはですねこれポイントバックっていうのをやってる百貨店っていうのはね結構あったりしますただしね一部対象外なんですけど、えー、この百貨店の発行するカードで買うと、えー、何パーセントポイントバックですよとかねこれが結構ねでかかったりするんですよね それからお得意様化することによって、まあ、ラウンジ等の、ね、サービスが充実してくるというのがあります。やっっぱり時計って、ね、1本高いいじゃないですか、まあ、安いものでも数万円とか高いものになると何百万円とかなってくるのでこう一発のパンチ力ってめちゃくちゃでかいんですよね。 でそこで購入金額まあ、実績をね積み上げやすいというのがあります。なので時計1本買うだけでもうラウンジが使えるようになったりとかねまあ、そういう風うな可能性を秘めているというところですね。それからライフスタイル全般揃うっていうことですね。やっぱりそこで時計1本買っ でお得意様になったりしてラウンジが充実でしてポイントバッグの還元率が高くなったりすると、まあ、じゃあ例えば靴買おうかなとかスーツ買おうかなとか家具買おうかなとかいうふうにやると雪だるま式に受けられる利益恩恵が大きくなるっていうね、まあ、なのでライフスタイル全般揃うっていうのがねすごくいいなと。 デメリットとしてはですね、分割払いをするとなった場合にはですね、やっぱりこう、ショッピングローンっていうんですよか、カードローンっていうんですかね、なので、ちょっと高いんですよね、金利が。なので、こう分割払いをする人にとっては、あまりお勧めしにくいのかなというふうに思っています。結局ね、ものすごく高くつくので。 やっぱりこうまとまったお金がないと不利になるんじゃないかなと個人的には思っています、まあ、もしかしたらねキャンペーンで無金利とかあるかもしれないんですけどそういったところですねそして最後に時計専門店ですねこれはやっぱりメリットねすごくでかいのは無金利ローンっていうのがあるんですよ60回無金利で分割払いできますみたいなねそういうのがあってこれはねめちゃくちゃ 強いといいう,うに思います後で詳しく解説するんですけどあとはやっぱり時計専門店だからこそ何とかフェアとかね何とかイベントとかね すごくこう多いイメージがありますし、やりやすいというふうに思うんですよね。で純粋にね、いろんなジャンルの時計好きが集まりやすいっていうのも面白いポイントだと思うんですよね。なのでそこでこう購入者同士で横のつながりがあったりとかね、よくイベントに参加できたりとかですね。まあ、そういうなんだろうな時計ライフを充実させたいというのには時計専門店で、ね、すごくいいなというふうに思うんですよね。 デメリットとしては、まあ、直接的な、ね、ポイントバックとかっていうのは、まあ、ない場合が多いというところですよね。百貨店のようなポイント性っていうのは、ね、なかなか僕聞いたことがないので、うん、ないんじゃないかなというふうに思います。はい、で、ここでですね今回は、まあ、お金に関するお得に買えるのはどこなのかっていうところなのでこの百貨店のポイントバックと時計専門店の無金利論ここの、ね、比較っていうのを、ね、ちょっとやっていこうというふうに思います。 まずですね、大手百貨店のポイントバック制度ってどういうものなのかについて簡単にお話ししていこうと思います。こちらですね、とあるサイトから引用させていただくんですけども、2022年度の全国百貨店売上トップ10がね、このようになってるんですよね。伊勢丹新宿本店からこう、ずらっとありますけど、これを見るとですね、 こうグループごとに分けると大体4つのね百貨店グループが占めてるというふうになってるんですね。それがですね三越伊勢丹と阪急グループと総武総合とあと高島屋ですねなのののでこの4つのね。 ポイントバック制度を解説したいと思うんですけども簡単に言うと各社のねクレジットカード払いでポイントバックがありますよとで年間の利用額次第でえ大体ね5%のポイントバック7%もしくは8%そして最大10%っていうのが大多数です。ただしロレックス、チューダー パテックフィリップ、カルティエ、エルメス、シャネル、ブルガリ等、まあ、いわゆるハイブランドみたいなね、えー、ところは、ですねこのポイントバッグの対象外になっているところがほとんどです。えー、なので、詳しくはね各百貨店に対応していただきたいんですけども、それぞれの、ね、細かなところはこういうふうになっているんですよね。まあ、例えば 三越伊勢丹だと普通にカードを作った場合だと5%のポイントバックですよと30万円以上年間で使っている人は8%になりますよ年間100万円以上使っている人は10%のポイントバックが受けられますよというふうになっているわけですね総合とか、ね、西部の方は最大7%ですかね阪急の方はだいたい5%から10%で高島屋もだい大体1%から10%というふうになっています なのでこれね結構でかいと思うんですよね10%のポイントバッグ例えばですねこうラン,ギアンドゾーネを買ったりするとですね500万円の時計買ったりすると50万円分のねポイントバックがあるっていうことで非常にでかいんですよね10万円買ったとしても1万円返ってくるってねこれ相当でかいですよねただしこれらのクレジットカードは年会費がかかったりする場合もありますので詳しくはですね各百貨店に聞いてみてほしいなというふうに思います はい、腕時計のある人生とはこんな感じで腕時計のことをとにかく分かりやすくお話ししようというチャンネルです。それからですね独自の企画もやったりしていますので時計好きの方はもちろん時計を好きでなくてもですねぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。一方で 時計専門店の無金利ローンとは何なのかということについて解説なんですけどもこちらですね大手の石田ベストさんからですねちょっと引用させていただくんですが普通ですねお支払い回数に応じて金利っていうのはね1.25%から19.8%ということですごく高くつくんですよね住宅金利とかと違って物を買う時のローンってすごい金利高いんですよなのでなるべく使わない方がいいんじゃないかなと僕は思ってるんですけどもその金利分をですね 時計専門店さんが肩代わりしてくれてなんと0%になるっていうことで、まあ、実質ただの分割払いにできるっていうこれがねすごく大きななメリットなんですよね大手の時計専門店さんよくこのね無金利論ってやってらっしゃるんですけどだいたい60回払いまでっていうのが多い印象ですね。 対象外のブランドとかでモデルがあある場合もあります。ローンの、ね、審査次第では金利が変わる可能性もあるということですので詳しくは時計専門店に聞いていただきたいんですけどもこれでねこの石田さんのホームページでこうシミュレーションできるんですけど例えばね商品金額100万円の時計を頭金ゼロの60回払いでボーナス併用しないというふうになるとどうなるかというとですねシミュレーション結果がこちらです。 はい、月々のお支払いが1万6600円で初回だけの発数が入ってきて2万円台と。 いう,ふうになってしまうんですすけどもも通常金利よよりり19 8 000円お得になりますよということなんですよねこれどういうことかっていうと100万円を普通のローンで組むと19.8%の金利がかかってくるので本当は119万8,000円になるんですけどこの19万8,000円分をですね石田さんこの時計専門店さんが肩代わりしてくるので消費者側の手出しは100万円だけですよと。 いう風なシステムになってるんですよねなので100万円の時計を60回に分けて分割払いするみたいなイメージなんですよ結局どっちがね金銭的な面だけで考えた時にお得なのかっていうことなんですけども100万円の時計をね百貨店と専門店で比べるとそれぞれの、ね、必殺技が百貨店ね10%ポイントバックですよで専門店の必殺技が60回無けに乗るんですよということでこれはね結局 これね、実質90万円になるわけですね百貨店の方は10%ポイントバックなんで専門店の方は5年間で結局100万円払いますよということでじゃあねこれ考えた時にあじゃあ百貨店の方が全然お得じゃんというふうに思うんですよねまあぱっと見ね百貨店の方が有利なんですけどもただしね これちょっとこれから解説していくんですけどもこの専門店の60回無金利ローンを使ってなおかつ新 NISA で米国株アメリカ株を買った時のコンボ技を発動させたらどうなるかっていうとちょっとまた話が変わってくるので次で解説します。はい、その前にです、ね、新ととは何ぞやと それから米国株、今回は S&P500 を選びますけどもその S&P500 とは何ぞやという人も多いというふうに思いますのでめっちゃ簡単に言うとですね、まあ、僕もプロフェッショナルじゃないんでわからないんですけどめっちゃ簡単に言うと新 n ーサは、えー、マックス1 8 0 0万円まで非課税で投資できますぜていうシステムなんですよね。これがすすごいんですよ 年間360万円ね最速で年間360万円で5年間やっていくと1800万円になりますよねこれが今まで枠がねもっと小さかったんですよそれが2024年から枠がね1800万円まで拡大されてしかも無期限になるっていうねこれがもうものすごいインパクトなんですよねなんでこれもうやった方がいいというふうに思うんですけども これがね、新忍者制度です。詳しくはね、そういう解説系のチャンネル、えー、見ていただきたいというふうに思います。それから S&P500 ね、これは、まあ、めっちゃ簡単に言うと、えー、アメリカの代表的な会社、500社の株価詰め合わせパックみたいなね、まあ、そんな感じのパッケージ商品、うん、というか、えー、こう指数になってるわけです、えー。で、これを見てみるとですね、この S&P500 っていうのはね、過去10年間で見ると、大体ね、年率14.7%ということで、ものすごい勢いで成長してるんですよね。 過去30年で見ても9%台、過去20年で見ても8%台ということで、もう年々、ね、雪だるま方式に大きくなっているのがこの S&P500、アメリカの株というふうになっているわけですね。じゃあ、ですね専門店の60回無金利ローンを使って、浮いたお金をです、ね、新 NISA で S&P500 をですね買うとどうなるかということを、ですねちょっと次の表でまとめてみました。はい それがでですすねねこちらの表です、ね、時計の価格をですね10万円からずらっとね1,000万円まで用意しました。でまず右側からいきましょう百貨店のポイントバック例えばねじゃあさっきの100万円の時計がありますよとで百貨店のポイントバック5%だった場合は これ95万円になりますよね。と8%だった場合は92万円になりますよね10。10%のポイントバックの場合は実質90万円ですよね。というのがずらっとね、10万円から1000万円まであるのがこの右側、百貨店側ですね。で、左側、専門店で、例えばね100万円の時計をこう60回無金利ローンにして、最初は数万円、2万円とか出すんですけど、じゃあ余った100万円をそのままドーンとね、米国株に投資した場合ね、かっこね、 年利を5%、保守的に見積ぽって5%として考えたいと思います。5%として考えた場合に、1年後、それがいくらになってるかっていうと、105万円だろうと、期待値的にはね、次の2年後、110万円でしょうと、3年後には、115万円。 115万7600円ででしょううとということですよね雪だるま式に大きくなっていますよともちろん、ね、これあの株に絶対はないので5%ずつ成長するという、ね、確証は全くないですしマイナスになる場合も全然ありますしあるいはこれ以上大きく飛躍する可能性も秘めているわけですけどなのでこう株は、ねえー、この投資とかで、ね、株というのは皆さんの自己責任でお願いしますということなんですけども、まあ、理論上、期待値的にはこれぐらい期待できるのかなというところですよね。 で考えたときに、じゃあ、百貨店のポイントバック仮に10%ありましたとなると、この90万円で買えるわけですよね。で、じゃあ、専門店で頭金ね、ちょろっと払うんですけど、100万円ね、その森林さにドーンと米国株に投資するとですね、2年後に大体110万2500円ということで、だいたい2年後ぐらいには、この百貨店のポイントバックを上回るぐらいのこう利益が得られるということなんですよね。 まあそれをですね、もちろん分かりやすくしたのが右側ですね、いくら浮くかってことなんですよね。100万円で見ると、浮くのがです、ね、5万円浮きますよ、8万円浮きますよ、10万円浮きますよと、百貨店でね。で、この米国株に投資した場合、浮くお金は5万円の利益ですよと、10万2500円、15万7600円ということで考えてみるとですね、 まあ皆さんねこれ見えてくるものがあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。なので一概に百貨店の方がお得とも言い切れないっていうのがねコンボ技を発動することによってあるっていうねこれをねちょっと僕は伝えたくってちょっとこの動画作ったんですけど。ただしこのね四百万円台からになるとこのね新リーサの枠使えないんですよ。四百万円だとすると三百六十万円まで新リーサの枠を使って残りの四十万円は普通の投資枠でやらないといけないのでその四十万円で生まれたり 利益というのは20%の税金を払わないといけないのでこの税金分ねその新入債よりも超えてしまった分の税金を払った後でこれ計算しますこっちですねはい、こんな感じになってますまあ、なので これね、あのー、360万円オーバーになると例えば1000万円だと百貨店の100万円のポイントバックがあるわけですけどこれ2年後になると浮くお金が利益が、ね、89万円台ということで百貨店の方が、ね、まだ強いですよとただし3年後になると137万円ということでこっちの、ね、専門店とこの S&P500 の、ね、米国株のコンボ技の方が理論上期待値的には得られるリターンはでかいよねと。 ととといいいううここを示してるわけでですよね、はい、ということでちょっとこれはね一概にどっちがいいというのは言えないんですけども、まあ、何かの参考になればなというふうに思いますはいいかがだったでしょうかということで今回は時の新品正規品をどこで買うのが一番お得なのかについてお話しさせていただきました。やはりね精神的な充足感 っていうのをね、求めるのであれば、路面店のブティックっていうのが個人的には一番でかいんじゃないかなと思いますし、便利さを求めるのであれば、ブランドの公式ホームページ。で、時計を一括購入できるまとまったお金があって、なおかつ時計だけじゃなくて、その他高級品もいろいろ買っていきたい。えー、ね、年々ね、いろいろ買いたいと。長いお付き合いをしたいと。 まあそういった方はですね、まあ、百貨店でポイントバックっていうのを継続的に使えるっていうことで、それはね、百貨店がすごくこうメリット大きいんじゃないかなというふうに思います。このね、ラウンジとかもすごく居心地がいいし、お菓子もおいしいし、ドリンクもおいしいし、最高の空間なんですよね、百貨店のラウンジって。なので、これはね、このお金だけでは言い表せない、すごく大きなメリットだと思うんですよね。うん、百貨店その点がね、すごくいいなというふうに思います。で、あの、資産運用とかも、 したい若い世代っていうのはね時計の専門店すごくいいんじゃないかなというふうに思いますやっぱり若い世代って基本的にはですよ まままとっっったお金っててだ持ってないいとが多いですよねね20代30代代か、ね、なのでそういったまとまったお金が用意できないだけど時計が欲しいという方はですね専門店の,この無金利ローンを使ってですね早めに時計を買うっていうのが一番お得だと思いますその分ね長く時計を楽しむことができますしお金が貯まるまで待って5年間貯まるまで待ってじゃあその時計買えるぐらいになったらその時計っていうのはね間違いなく今よりも ものすごく値上がりしてると思うんですよ。30%、50%、今よりも高くなっている可能性というのは非常にでかいわけです。なので、この無金利論を積極的にね活用して、早いうちから時計を買っていくで、余ったお金っていうか、その手元にある現金っていうのは、新入社制度を活用して、どんどん資産運用をしていって。 たら時計も早くくめてなななおかかつ資産もも増やせるということといいいいいいううこですすごんじゃないかなというふうに思いますもちろん60代70代といったシニア世代の方もこの専門店っていうのはね使っていけば非常にいいと思うんですよやっぱり時計好きが集まる場所なのでそこでできるコミュニティっていうのもあるわけですよねそこでシニア世代の好きな時計好き同士でコミュニティを広げて人生を充足させていくそれがねすごくいい使い方なんじゃないかなというふうに思います。 若い方でもですね、この百貨店ね、ガンガン使っていくっていうのも、すごくね、いいと思いますね。人生充足すると思いますねえ。若いうちからいいものに触れていくっていうのは、これまたすごくいいことですから、はい。ぜひね、えーまあ、こんな感じのまとめなんですけども、皆さん思うところがあると思いますので、コメント欄で書き残していただけたら嬉しいです。えもし今日の内容が面白かった、役に立ったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。